の、ご当地ラーメンとして、立ち上げました、メニューとなってます、まあ、約5年ぐらい前からですかね、産業祭というのが玉村町であるんですけど、そこでですね、ラーメンの方を提供させていただきながら、まあ、育ててきたメニューの方になっております。で、群馬山というのはですね、玉村の、古墳でありまして、そこはあの今の滝川一松っていうあの武将がですね、軍配を振るったっていうところから、名前がついてるんですけど、そんな形の、 あの盛り付けでですね、少し山形にしたりとかですね、工夫の方はしております。で、ラーメンの方はあの白湯スープでよくあの6時間以上炊き出したスープの方を使っておりますので、非常にですね、取り出しの効いた、ラーメンというところで、麺に関しても自家製麺という形になってますので、皆様美味しく熱々でいただければなと思ってますので、今日もやけどしないように、皆さんですね、頑張ってください。はい、まずこの方から一発目からいきましょう。改めてお名前と意気込みの方お願いします。名前は、吉田健二です。2杯目も食べられるように頑張ります。かしこまりちょり、皆さんに健二コールいきますよ。せーの、健二頑張ってください。はい、お名前と意気込みお願いします。もう一度お願いします。頑張ります。かしこまりました。原口さんです。せーの、原口さん頑張ってください。あ、女性の方ですね。お名前と意気込みお願いします。ファンの方ですね。はい、お名前と意気込みの方きちんとお願いします。タコン直人です。意気込みは優勝一本それ以外ないです。はい、優勝してね、私たちにラーメンを奢ってください。お願いします。はい、じゃあそれでは最後の方です。お名前と意気込みお願いします。割田直人です。美味しくいただきます。はい、ぜひ美味しくいただいてください。なおなお同士ですね、お名前がね。頑張ってください。はい、以上です。なおなお同士で今関係ありました。関係ないですよね。まあ、頑張ってほしいですよ。はい、頑張ってください。今ですね、グツグツ熱々を準備をしていただいて、もう少しでラーメンの方登場するかと思います。はい、今回この5名の方が優勝し、優勝候補で頑張りますが、どの方が一応優勝しそうですか。いやー、ナオミ君ですかね。一番はやっぱり他の方、一丸となって応援したいですよね。はい、ではじゃあどうしようかな。女の子にも聞いてみましょう。こんにちは。今日はどこから来ましたか。だよね、玉村町から来ました。あれ、お姉ちゃんは参加しない。応援よろしくお願いします。可愛い女の子も応援してくださってますよ。聞いてますか。聞いてなかったラーメン気になって、ね、ラーメン気になっちゃいますよ ねすごい量。あ、じゃあどうも、量の量これ想像以上なんですけど、風があるので飛ばされないように、配られましたら押さえておいてよろしいでしょうか。ちょっとね、吉田さんがお借りしますね。皆さん見てください、こんなずっしりとしたこの量で、はい、2回食べる人がいるんですよ。戻れないように、この、はい、ありがとうございます。ガムテープ置きを、はい、ナオニ頑張れ、はい、よ、ナオニ頑張れ。それでは最後ね、ルール説明、水は絶対に入れないで、つけ麺のようにしないで、そしてスープまで全部飲みをしていただく、そしたら手を挙げてください、食べ終わったよって合図をね、していただければというふうに思います。では一応共通ルールで箸だけね、割っていただいていいですよ。箸割られました。はい、OK ですね。ちょっと余裕そうです。はい、OK でございますね。準備は整えました。計測係よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それではじゃあ、あーちゃん、はい、ゴーサインをください。わかりました。皆さん、私がラーメン早食い大会って言ったらスタートでいきますよ。いきます。ラーメン早食い対決スタート。さあ、皆さん勢いよく食べています。優勝候補がいきなり一口、大きい一口でいった。すごいですね、これ皆さん、すすい方が早い早い。やはり一番早い、一番早い。この中ね、女性の方も混ざるんですね。直木コールが出ています。割田直樹さんの直樹コールが出ています。大声援を背に受けて、直樹が行く、直樹行け行け、直樹行け、
直樹くん、上の分からタオルが来た。直樹くん、あ、あの赤タオル、ね、そうだよね。え、何やってるの。どうされました、どうされました。早く食べて、早く食べてこっち、直樹ちゃん早い、直樹ちゃん早い。いけ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 、いやいや、もっと早いよ、やっぱり優勝後早いよ、早いよ、早いよ、早い、いけ、いった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 、早いよ、吉田健二さん、もうスピード、マジで早いよ、早い、超早い、吉田さん、なんでなんでこんな早いの。さあさあ、エントリー2番の方ももう終わりますよ。ドキモンで言われた。皆さんこれ汁も飲みますからね。さあ、だんだんと皆さん顔色悪くなってきて、ダーキースープが頑張れ、ダーキー、ダーキーさん頑張ってください。あー、オーケー、吉田さん、はい、はい、はい、太郎さん、太郎さんゴール、ナクサも、ナクサもゴール、ナクサも、ナクサもいった、俺は2番3番、原口さん、そして残り2名残っていますか。吉田さん、頑張って、頑張ってください。さあ、皆さんも応援してくださいね、吉田さん、お願いします。はい、吉田さん、完食、完食、おかわりはね、おかわり、おかわりお願いします。好きなんでしょうね、美味しいからね。いやー、吉田さん、ね、味わってね、美味しくね、そういうの味わって食べるのもね、いいですからね。ただ食べに来たという感じで見えますが、さあさあさあ、皆さんこれで以上で大丈夫でしょうか。あ、吉田さん、ごちそうさまでよろしいですか。早く行きたい、ごちそうさま、ね、残してね、ごちそうさま、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました。以上、第1組の5名の方、もう一度皆さん盛大な拍手をお願い申し上げます。吉田さんに一言聞きたいんだけど。はい、かしこまりました。それではね、皆さんもびっくりしたと思いますが、早かったです。吉田さん、一言お願いします。ごちそうさまでした。マイカー出ちゃった、ごめんなさい。美味しかったですか。優勝を目指しますか。頑張ります。決勝に残るタイムだと思いますので、はい、少しお休憩をなさって、意気込みの方お願いします。もう早めに死ぬくらい待ってください、お願いします。頑張ってください。お名前と一言お願いします。おいしくいただきます。頑張ってください、お願いします。手こちだなんで、大食いだったら問題なかったです。頑張ります。やったーい。それではラストお願いします。負けないように頑張ります。なるほど、ライバルですね。はい、以上、5名の皆さんに集まっていただきました。ありがとうございました。第2組は非常にスムーズな進行させていただいておりまして、早くもラーメンの方が登場をいたしました。さあさあ、またね、あの量のラーメンが届きましたよ。これは何味なんですか。これは何味なんでしょうか。見た目だとお願いします。ラーメンはですね、白湯スープの豆乳です。6時間かけて麺内で骨から肉からですね、煮込んでます。そうして味わって食べてください。6時間かけて作ったスープです。はい、6時間かけて、ね、煮込んだスープ、そうですね、皆さん美味しく、そして早くいただいてください。さあ、行きますか。箸割られましたね、箸割られましたね、箸割っていただいて結構ですよ。 0.1 秒稼げますからね。水かけちゃダメですよ、ラーメンで、ね、ダメですよ。つけ麺風もダメですからね。スープ全部飲み干していただきますよ。そしたら高く上げてくださいね。食い終わったと、よろしくお願いします。心らしく掲げてください。では第2組、これなーちゃんスタートお願いします。かしこまりました。第2回戦スタート。さあ、皆さん声援お願いしますね。皆さん頑張れ。赤木団メンバーまで一生懸命応援してくださいね。第2組はね、非
常に仲良しですよね。暑いですか、皆さんどうですか、スープは暑い、ちょうどいい。お味の方は美味しい、いいですね。もし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 すいません、あ、早い早い早い、ちょっと優勝候補に近づくと見るからに優勝候補ですもんね。ねえ、あのこれね、ちゃんとね、具材もしっかり入ってて美味しそうですね。普通に美味しい。私もね、食べたことあるんですけどね、はいはい、玉ねぎが玉ねぎあってね、玉ねぎが美味しい、すごく美味しい。ラーメンに玉ねぎ入ってるなんて、あーちゃん初めて知りました。あ、でもチャーシューも、あ、チャーシューね、美味しそうですね。あ、いた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 、すごい、さん、ゆう、一番一番ごちそうさまでした。すごい見つけてみますよ、はい、私のとこ暑かったけど、我慢した。残り4名の皆さん頑張ってください。どうでしょうか。あ、今皆さんね、もう同率ぐらいです。一緒です、一緒です。皆さんもっと声援してください。頑張れ、男の戦いです、頑張ってください。さくら超特急で早く食べましょう。はい、ガシャ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 。これね、タイムですからね、順位は関係ないのでね。はい、いったいったいった、はい、ガシャガシャ。さあ、赤木団メンバーを見てますよ、かっこいい姿を見せてください。ね、やけどしないように飲み干してください。もう少し、もう少し、ラストトンカー、はい、ガジュラストトンカー、かっこいいさん、頑張ってください。こぼさないでください。面白い、はい、もう一口、はい、一口、はい、ガジュラ、お疲れ様でした。さあさあ、皆さん、5名の皆さん、食べ終わりました。今大きな拍手お願いします。ね、美味しく早くがテーマでございますのでね、召し上がっていただきました。第2組の5名の方、大変お疲れ様でございました。ありがとうございます。神戸舞さん、舞ちゃん、吉田真知子さん、真知子、塚越拓也さん、拓ちゃん。さあ、最後はワリタヨシミさん、ヨシミちゃん、頑張ってください。以上の5名。あれ、ここは今日なんかもう女子全員女子ですね。でも濃いよね、濃い濃い女子だ、ね、え、じゃあ一人ずつスカウトになっても、はい、かしこまりました、はい、それではお名前と意気込みの方をお願いします。はい、赤木団の若ちゃんこと若本彩香です。絶対に優勝します、頑張ります。ラーメン食べたいんでお願いしますよ、団長。さあさあ、そしてそして、こちらの綺麗な女性はですね、私のスタッフさんのあんちゃん、あんちゃんもね、お送りなんですよ。お願いします。女の戦いですよ、怖いね、怖いですよ、はい、私さあさあ、こちらの女性が一番怖いんですよ。それではお名前と意気込みお願いします。吉田真知子です、はい、来年もこの仕事がいただきたいというためだけに出場しますので、柴山さんお願いね。はい、わかりました。それはお話ししてエクセルください。あの、真知子さんはみんなに応援されるとすごい早く食べれるんで、一度真知子って言ってもらっていいですか。せーの、真知子。もう気分がいいんで食べますよ。さあさあ、また女性の方に来ていただきますか。お名前と意気込みお願いします。サンちゃんです。ラーメンは飲み物です。ラーメンは飲み物。優勝候補の言葉ですよ。だなつけちゃけるね。じゃあサンちゃん頑張ってね。さあ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 、ごめんなさいね。すいません、なんかお名前と意気込みの方お願いします。マリタヨシミです。ヨシミさん頑張ってください。ではヨシミちゃんって言いましょう。せーの、ヨシミちゃん。素晴らしい運営ですよ。もうラーメン食べてますよ。足割ってください。足割っていただいて結構ですよ。足割ってください。つけ麺ダメだからね。つけ麺方式ダメですよ。水つけちゃダメよ。さあ、準備は整ったようでございます。それでは第3組行っていただきましょう。あーちゃんお願い。早食い対決スタート。スタート。さあ
メンバーが揃っております。わかちゃん、かんちゃん、まちこちゃん、たーちゃん、よしみちゃんです。さあ皆さん頑張ってください。さあ皆さん応援してください。さあさあお客さんに聞いてみたいと思います。優勝候補は誰だと思いますか。まいちゃんかな。ラーメンは飲み物。さあ優勝候補は誰が。ラーメンは飲み物って聞いたことあるけどね。ラーメンは飲み物って初めて聞いたよね。わかちゃんさあ頑張ってください。わかちゃんアイドルになるんで顔が全然アイドルじゃない。だよね。顔が全然アイドルじゃない。さあかんちゃんあれ二人には負けたくないって言ってますけど、タオルをね前掛けのようにうまく使ってますね。まちこさんお上品にそして早く食べてますね。まちこさんちょっとお話聞いてもいいですか。ダメやめろと。皆さんまちこコールお願いします。せーの、まちこまちこまちこ。さあさあたーちゃん、たーちゃん早くなった、早くなった、好き、早くなった。たーちゃん、たーちゃん、あの一人だけダンスだからさ、やっぱりさね、おいしい。よしみさん。たぶん一番早い。一番早い。一番早い。まさか。優勝。よしみさん。顔が。早い。アメリカメンバーもいっぱい応援してください。あれ、案外マチコさんも早い。マチコ今度来ますか、今回。カンちゃんも早い。マチコ、マチコ。マチコ、マチコ。あら、たーちゃんも食べきるわ。あ、わかちゃん、あのさ、わかちゃん、あとで怒られるからやめる。何違うんですよ、なんかあのわかちゃんはやっぱり面白いことさせてあげてくれ。なんか煮卵とか顔につけようかなと思ったんですけど、あとで怒られるからやめますよ。じゃあアタリナメンバーにも聞いてみよう。誰が優勝だと思うしよ。わかちゃん、わかちゃん、わかちゃん頑張って、わかちゃん頑張って、わかちゃんに手がかけます。わかちゃん頑張んないとアタリナの見せ場ないよですって。ラーメンの子がラーメンにつきながらも頑張る。さあこれが銀河屋のラーメン俳優大会だ。あのマチコさんお年はいくつですか。18歳です。18歳。若ちゃん26歳の位置を見せてください。25。俺も入りたい。違った。若ちゃん言ったかな。若ちゃんもう少しかな。若ちゃん、若ちゃん、ラーメンは飲み物の人。はい完食。ラーメンは飲み物完食。たーちゃん完食です。若ちゃん完食。これはマチコちゃんとヨシミちゃんです。頑張ってください。これね女子にはきつい飲み物ですよ。やっぱりマチコさんがとスープがもう少し、ヨシミさんももう少しだ。女同士の戦いがほぼ同じぐらいですよ。残りがほぼ同じぐらい。頑張れ頑張れ。これね本当に量が多いんですよ。マチコさんとヨシミさんの対決。よしみさん行ったから、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 ほぼ同じ。カン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 終了。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。第3組の皆さんにも盛大な拍手をお願い申し上げます。大変お疲れ様でございました。女同士の戦い、戦いだと思いますよ。大きな声で意気込みの方お願いします。2杯目なんでちょっと味わって食べようかと思います。余裕余裕。さあ嵐さん意気込みお願いします。次こそ勝ち負けないです。勝ちに行くぜ、勝ちに行くぜ。よろしくお願いします。すごいすごいかっこいいです。富澤さんお願いいたします。完食したいと思います。完食。まずはそうですよ、2杯目ですからね。頑張ってください。さあお願いします。荒木浩平には負けない。そうですね、ここライバルがいますからね。頑張ってください。さあ最後直樹さん意気込みお願いします。頑張ります。ただ頑張る。そうですね、頑張ってください。よろしくお願いします。以上5名の方でした。ありがとうございました。お水を飲むってこともダメなんですか。最初にいいですよ、いいですよ。潤しといた方がいいと思いますよ。今日風でね口やられてますからね。
か。いや、もうこれが決勝ですか。あ、決勝すごいドエスだよね。もう一回そうでしたね、これが決勝でした、うん、今のいいかもしれない。そうした方がね、やっぱ3杯食べていただいてね、よりストラームの美味しさをねアピールしてもらえれば、一、ね、人ずつ脱落してみたいなね。だからあと4回やる人もあるんですドエスすぎますよ。ではこの中で、ね、あ、残りです、残り、はい、あそこ残りです、はい、よろしいですか。じゃあ決勝のラーメンが届きました、はい、ラーメンが到着しました。決勝なんでね、あの熱々にしてもらったと思うので、ですよね、よりこなでると熱いと思いますので頑張ってください。本当ですよね、それよりは熱々にしてもらったんですね。いい熱いです、ありがとうございます。だいぶ熱くしていただいております。ちょっと見てください、さっきよりかちょっと量増えてますよ嘘でしょ。私言ってきたんですよ、さっき増やせって。決勝だけ増やしてください、決勝だけは、ね、さあ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 、参りますか。皆さんご準備よろしいですか。よろしいでしょうか。皆さんよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。集中しますからね。最後は風に負けないぞおーみたいなのが、ね、欲しいね。じゃあ、うん、5位の方、風に負けないぞおーっていきますよ。せーの、風に負けないぞー。あー、やっぱり早いよ。お客さん応援してください。お願いします。やっぱり早いよ、応援応援、決勝だよ。第3回群馬山ラーメン俳句大会の決勝です。決勝ですよ。飛ばしています。皆さんやっぱりすごい早い、皆さん飛ばしている。2杯目とは思えない早さ。早い早い早い、間違いなく。さすがファイナリストは違う。ラーメン無料券ゲットですよ、頑張ってください。予選よりも早いじゃないのかな。言ってるよ言ってるよ。さあ皆さん、皆さん言ってるよ。今日この日のために生きてきたと思いますので、そうだよね、皆さん頑張ってください。あ、嵐さん早い。群馬山ラーメンを玉虎の名物にするんだぞ。するんだぞ。すごい皆さん行くようです。ただね、ラーメンと麺を食べてもこの後の汁、スープが、ね、そうなんだよね、過酷だと思いますよ。スープを制する者が勝者を制する。ちょっと見なかったでございます。いいところで噛んでしまいました。もう一回いくよ。スープを制する者が勝者を制する。おっと、やっぱりよっしゃ、いや、いったいったね、新しいね、新しい、スープから行くってね、新しい新しい、いけ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 。さあ4位は何でしょうか。4位と5位とは違うぞ。4位じゃない。さあ、というか、いったいった、順位出ましたね。じゃあ改めましてちょっと順位の方おさらいしたいと思います、ね、はい、第5位はナオニーさんです。ナオニーさん、拍手。ナオニーさん、ご起立ください。お疲れ様でございました。いや、素晴らしいですよ、ね、5位に上がりましたからね、今回ね、15名ご参加いただいたうちの5位ですから、いや、これは素晴らしい結果だというふうに思います。
第5位という結果に対してどうぞ一言おめでとうございます。来年あったら3位以内には入れそうかな。ありがとうございました。第5位でした。お疲れ様でございました。ありがとうございました。さて続いて第4位は、ね、はい、富澤さんですね。はい、はい、富澤さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。どうだったでしょうか。フルマイラーメン何かありましたか。やっぱり2杯分の方が使う。お疲れ様でございました。盛大な拍手をお願い申し上げます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。それでは第3位は直樹さんです。お願いします。第3位お疲れ様でございました、ね、2位からが商品が出て ね、でもね第3位おめでとうございました。表彰式になるのかな。表彰式になるのかな。はい、決勝タイムは1分13秒78優勝、ね、歴代1位です。おめでとうございます。店長より、ラーメンの7杯分でしたかね。はい、チケットが送られました。吉田さん、はい、優勝おめでとうございます。この7杯どうに食べますか。今日全部食べます。計9杯お疲れ様です。それでは元今日は、ね、いっぱいたくさんの方が応援してくださいました。お願いいたします。こんな食べ方してると体にやめた方がいいです。それでは 来年のエントリーもお待ちしております。優勝は吉田さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。